先ほど、トランプ大統領と電話首脳会談を行い、二回目の米朝首脳会談の結果について報告を受けました朝。朝鮮半島の非核化を実現するとの強い決意の下、安易な情報を行わず、同時に建設的な議論を続け、北朝鮮の具体的な行動を促していく。 そののトランプ大統領の決断を日本は全面的に支持いたします。そして日本にとって重要な拉致問題については昨夜の1対1通訳を交えての1対1の会談で手立ての会談において私の拉致問題についての考え方をキム・ジョンウン委員長に伝えていただいたということでございます。 詳細については、ここでご紹介することは差し控えますが、その後の夕食会においても、再びトランプ大統領が拉致問題を定義し、首脳間で真剣な議論が行われたと伺っております。次は私自身がキム・ジョンウン委員長と向き合わなければいけないと、このように決意をしております。今後ともですね、拉致問題、そして核問題、ミサイル問題、 こうした問題の解決に向けて日米でしっかりと緊密に連携していきたいと思います。